こんにちは、ジェイカムです。フォレスターで夏のキャンプに久しぶりに行ってきました。10年前より夏の気温が高くなってますよね。今回は海の近くのキャンプ場だったので、暑さ対策は必須ということになり、いろいろな新規製品を導入しました。想定していなかったいいことがたくさんあったので、数回に分けてアイテムを紹介したいと思います。フォレスターの新規アクセサリーに導入されたものもあります。1回目はキャンプ用扇風機です。私が今回購入したのはアノフィーというメーカーの USB 充電式卓上キャンプ用の多機能扇風機です。 Amazon で購入したんですけども、これもいろいろなメーカーのものを調査しながらこの商品を買いました。第一に容量ですね。大容量っていうのが私が気に入ったところです。具体的に言うと弱で27時間、中で13時間、強風で8時間使えるっていうところに惹かれました。吊り下げ式、まあ、アウトドアで使えますよと。あ、これですね、やりたいのは LED ライトとしても使える。今ちょうど光ってますけども、これも必要な機能かなと思ってます。スマホの充電だったり、まあ、ウェアラブルデバイスの電源供給ができるっていうのは、まあ、付加価値ですけど、あったら嬉しいかなと思いました。まあ、キャンプ扇風機っていうことで、はい、やっぱりキャンプ、最近キャンプ流行ってますもんね。こんだけの暑さなので、夏にはちょっとなんか対策が必要だと感じてます。一昔前のキャンプだと、まあ、我慢すればよかったんですけど、35度を超えるとやはり何かしらの対策が必要になるかなと思って今回購入しています。風量は3段階切り替えることができます。2、3ですね。1、2、3段階、はい、弱でも、はい、こんな感じですね。でテントの中で使用することを想定してるんですけど、天井から吊るして、まあ、これぐらいの音で弱風でテントの中をの空気を循環させたいなと思ってます。まあ、実際使ってみて足りるかどうかは下のキャンプで確認するって感じですね。中で結構強いですよね。強風でこれぐらいの風で8時間持つそうです。この扇風機は、まあ、タイマーは 3つですね。1時間、3時間、5時間、 LED ですね。こんなような形でこれも3段階、はい、つけることができます。はい、キャンプ用って言ってる理由の一つがこれですね。こんな感じでテントにぶら下げることで使うことができるということですね。テントの上に取り付けられるような金具も同封されています。はい、USB Type-C、 Type-A も付いてますね。これを使って充電もすることができるという、インプットアウトプット、はい、充電は Type-C、そして出力ですね。携帯とか出力、他の充電器、アウトプットにも使えるというものですね。はい、ここまでが私が使用する前の気に入った点の紹介になります。実際キャンプ用扇風機を使ってみましたが、想定外の使い方もあったので一つ一つ紹介していきます。1点目は焚き火台の火起こし用の風です。これは想定外の使い方でしたが、すごく重宝しました。私はスノーピークの焚き火台を8年ぐらい使っています。いつもは着火剤を使用して内輪で風を送って火起こしをします。今回久しぶりだったので着火剤を忘れてしまって、少し火起こしに時間がかかっています。なかなかつかないですね。しょうがなく扇風機を使うことにしました。ねえちゃんいい感じやん。この扇風機で風を一定に送風することができることによって、火起こしの労力が軽減されてとても良かったです。いい感じでしょ。ついてきた、ついてきた、ついてきた。まあいいや、これで出てきたね。2点目は LED の電灯と扇風機のセットです。
これで費用、これで費用をやってます。学年全体です。フォークダンス、これはいいですね。暑いので扇風機は必要ですし、キャンプ場の夜は暗いので明かりも必要。これをセットでやれるのはいいですね。しかも今回は火起こしの風も担当したので一石三鳥でした。そして何より伝統としての能力が必要十分です。焼けてる、焼けてる、うん、でも焼けてたね。ちょっとミディアムレアぐらいがいいね、うん、ちょっと焼けちゃった。すごく明るくないですか。この明かりのおかげで綺麗な動画が撮影できました。ありがとうこの LED 付き扇風機はキャンプのいろいろな場面で使用しました。もちろん本来の購入目的であるテントの中にぶら下げることで電灯としての役目とテント内の風を循環するサーキュレーターの役割も果たしてくれました。天井に吊るして明かりは結構いい感じですね。テントの中が明るい。あ、でもこれ涼しいな。中が涼しい。コーヒーいただきます。あー気持ちいいね。最後にこのキャンプ用扇風機が夏のフォレスターの新規アクセサリーに昇格した件を紹介したいと思います。最近の夏は暑すぎますよね。余裕で35度を超えます。フォレスターの運転席は35度を超えるとクーラーをつけていても太陽の熱で暑いです。そこでキャンプ用扇風機を運転席で使ってみたところ、いやーびっくりです。すごく快適になります。車のクーラーだけでは届かなかった風が体に当たることで太陽の上昇を抑えてくれます。子供たちも後部座席で常に使用するようになりました。夏はフォレスターに扇風機は必須アイテムだと思います。こんな感じでいいでしょ。明るいし涼しいし、夏に対していいと思います。私はフォレスターの動画やスノーボードの動画、またキャンプの動画を撮っています。気に入ってくれたらチャンネル登録をよろしくお願いします。